あ、ここは来ました。広島のまずはダンク決まります。両チームともディフェンスがね、はい、本当にハードなので、はい、その影響かなとは思いますね。吉井のファール。佐々木、ダジンスキー、柏木がボールをここでもらいました。これを狙っていた広島ブラックシアジュニア、そのままファールをもらってエンドワン。柏木のファールとなりましたが、ここから持っていきましたね。もう手足が長いですからね。スッと山からブラックシアジュニア、ロバーツ、ブラックシアジュニアリバウンドからニックメイヨー、すごい。ここでブラックシアジュニアがスティール、中村から3円はディフェンス、今この2ポゼッションは少し広島にやられてるかなという感じなんですが、何か変わったことがあるんでしょうか。中村から積極的に持っていくニックメイヨー、ファールをもらった。エンドワンです。中村ショットクロックは3秒から、ブラックシアジュニアリバウンド、ニックメイヨー、ニックメイヨー、コーナー3、リバウンドメイテン、おー、いいディフェンスはありません。そのまま持っていく。